今日の記者会見で浜田知事は、土佐市新地区の観光交流施設マゼをめぐって、指定管理者の NPO 法人と施設内で移住者が経営している飲食店とのトラブルが SNS で拡散し問題となっていることについて見解を述べました。悪い方向に行けばですね、高知県は移住者に対して冷たいんじゃないかというような誤解を生じる、それが広がっていくということになりかねないと思いまして、そういった形で移住とか本県の観光とかこういったところでのイメージダウンにつながってしまうということを強く懸念している状況。また知事は、飲食店側の主張が広く一方的に広まっているが、市の指定管理者である NPO 法人側の見解がないとして次のように述べました。少なくともその指定管理者の立場での行動なり活動のに関して指摘があった点についてはですね、これはしっかりいわば行政を代行していただく立場でもあるわけですので、説明責任を果たしていただくということが必要ではないかなというふうに思いますので。また土佐市について、NPO 法人への対応を促しているとは思うが、それが表に見えていないのが残念と話していました。